またスピーチの時間です。スピーチ、はい、スピーチお願いします。原子力規制委員会は26日、原発から出る低レベル廃棄物を10万年後まで地下70メートル以下に埋めることを決めました。相変わらずずさん極まりない決定であります。内容をよく読むと、低レベル廃棄物と言いながら、原子炉内の核燃料近くの部品など、汚染度が高いものと書いてあります。高レベル廃棄物であります。また、電力会社は、300年から400年間の管理の責任があるだけで、誰がその後の責任を持つかは書かれていません。そもそも放射性廃棄物をわずか地表70メートルに埋めるということ自体が大変に危険であります。火山列島であり、強固な岩盤がない日本において、この方針は危険極まりない。廃棄物問題だけをとっても、原発政策は根本から考え直すべきであります。地震が続く熊本大分の危険は差し迫った危機であり、仙台原発の稼働を直ちに止めろ、伊方原発の再稼働は絶対させるな、再生エネルギーへの緊急の転換を求める、安倍はやめろ。はい、他にスピーチご希望の方いらっしゃいますか。いらっしゃいませんか。それでは最後の30分、力いっぱいコールをしていきたいと思います。再稼働反対、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 仙台原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、
よこすな、海をよこすな、川をよこすな、川をよこすな、大地をよこすな、大地をよこすな、大地をよこすな、安倍晋三は原発やめろ、安倍晋三は原発やめろ、原発やめて未来を守れ、原発やめて未来を守れ、今すぐ